ちは。私たちは阿蘇市食生活改善推進委員協議会阿蘇支部です。今日は甘さを抑えたおはぎ作りをやってみます。今回教えてくださるのは初登場の尾形さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今月の器はこちらです。阿蘇市にあるスローガマさんからお借りしてきました。スローガマさんのご紹介は番組の最後に載せておりますので、そちらもぜひご覧ください。では尾形さん、はい、今日は甘さ控えめのおはぎということで、はいはいはい、やっぱり9月のこのお彼岸の時のおはぎですね。はいはいはい、じゃあまず何からしましょうか。はい、じゃあもうお米洗ってありますので、はい、これも火つけます。はい、最終的にはお鍋の中のお水、はいはい、水分はもうひたひたになるまでになるんですか？あのお砂糖入れてずっとこう煮詰めていってですね、うん、はい、あのもうひたひたじゃなくてカラカラ、これを潰してあんにするから少し1割ぐらいはこう残った状態で、うん、あのあれした方がいいみたいです。お砂糖をですね、はい、あの多分2回ぐらいに分けて入れた方が、うん、あのしくじることがないって、豆を炊くときがそうなんですよね。広げといて、はい、その中にですね、ご飯をこうやって突っ込んでいくんですよ。うんうん、こう、あんが広がっていって、あ、はい、で、やってもらう。あ、お上手。いや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 。出来上がりました。はい、はい。甘さ控えめのおはぎ、完成です。お料理はおはぎなんですが、他にもいっぱい撮影がお昼時ということで用意していただきました。それではいただきます。いただきます。あの私知らなくてカメラマンの方に教えてもらったんですけど、秋がおはぎ、春がボタンが多いんですよ。そうそうそう、その花の季節に、そうそう、ボタンが咲く春はボタン餅、ハギの季節だから秋がおはぎと聞いたので、うん、あ、美味しいです。あっさりで何でも食べられそう。少しお酒も入ってるとでしょ。うん、甘さ控えめ、うん、美味しい、素朴な、うん、地産地消クッキングでは阿蘇市にある窯元から器を提供していただいています。阿蘇市小里にある阿蘇スローガマでは陶芸教室も行われています。実際に土に触れお気に入りの器を焼いてみてはいかがでしょうか。